皆さんこんにちは、佐藤珠緒です。よろしくお願いします。今日はあの福島さんからお誘いをいただいて、本当は予定があったんですけれども、これはいやいや、もう何よりも大事だと思ってそれを蹴ってもう一番の優先してきました。あの私は子供の頃からワンちゃん猫ちゃんが大好きで、今でもあのチワワ5匹を一人であの頑張って飼っているんですが、本当にかけがえのないもう家族です。本当に愛する愛を教えてくれるもう本当に大事な家族なんですけれども、子どもの頃に小学校の子だったんですけれども、小学校の近くにすごく可愛い野良犬がいて、でもうどうしても飼いたかったんですけど、その時あのお家の事情で飼えなくて、で友達とかにも相談したんですけれども、みんなダメで、それでそのワンちゃんは保健所に連れられて行ってしまったんですね。で友達があの勇気を持って保健所の方に交渉しに行ってくれたんですが、残念ながら殺されてしまいました。でそういうあの子供の頃の悲しい思い出があるんですけれど もう30年以上経った今でもまだ多くのワンちゃん猫ちゃんが毎日殺されているのを本当に悲しく思います。ぜひ皆さんの協力本当にですね、本当の意味で幸せで豊かな国になるように殺処分ゼロの国にしてほしいなと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。随時ご挨拶をよろしくお願いいたします。どうも、岩井俊二です。今日は福島先生にあのお誘いいただきまして、どのようなかよく分からずに来たんですけど、なんとまあその、まあ、僕もですね、まあ、実は猫を2匹、飼ってるんですけど、やはりこのようなあの活動を積極的にされている方々が、まあ、周りにいたもんですから、まあ、お宅でも猫を飼わないかという話 であぜひぜひということで、小さなの、まあ、2匹、扱って、まあ、それから1年以上経ってもうだいぶ大きくなって、もう今ではもう本当にかけがえのない、うちの可愛い家族になってるんですけど、まあ、その時もその引き取りに行く場所に行くと、まあ、たくさんの猫がいてですね、まあ、だいぶ成長して大きくなっている猫もいて、まあその人間と違って非常に成長の早い犬も猫も成長の早い生き物ですから、このスピードでどん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 大きくなって、で大きくなればなるほど引き取り手がどんどんおそらく減っていくような状況の中で、これをどうやったら止められるんだろうっていうことを想像、頭の中で想像すると、もうほとんどなんかめまいがしてくるような、 なんか絶望的な気持ちにもその時になったんですけど、ただまあ僕個人がまあやれることとして、まあ、ともかく2匹家に連れて帰ってきたという、まあ、ことで、まあ、2つの命が、まあ、ひとまず守られたということだったんだと思うんですね。で、まあ、こういう活動を皆さんがもっともっとやっていけばですね、まあ、何かしら歯止めになるんだろうと思うし、まあまあその殺処分ゼロというところに果たしてどうやって一体どういうグランドデザインでですねそこまでたどり着くのか、僕もちょっとまだ勉強不足で見当もつかない感じもあるんですけど、でもひとまず一人一人ができる範囲でまあそういう子たちと共に、まあ、生きるということを選べばですね、少しでも、まあ、亡くなる命がなくならないんじゃないかと思いますので、ぜひこのような活動を応援してますので、頑張ってください。